こちら生態ピラミッドを3つ描いてみました。1つ目個体数ピラミッド、2つ目生態量ピラミッド、3つ目生産力ピラミッド。個体数ピラミッドっていうのはね、 ある一定区間でどれだけね栄養段階別に数がいるのかな、生産者はどんだけ数がいるのかな、一次消費者はどんだけ数がいるのかなっていうのをピラミッド型に表したものを個体数ピラミッドって言います。それの重さバージョンが生態量ピラミッドですね。どんだけの生産者重さがあるかなっていうピラミッドです。で、3番の生産力もしくはエネルギーピラミッドっていうのは一定の期間、そして一定の区間でどんだけエネルギーを取り込んだか、どんだけエネルギーを手に入れたかっていうのを示した図です。生産者がどんだけエネルギーを手に入れたのかな、一次消費者はどんだけのエネルギーを手に入れたのかなっていうふうにね、エネルギーの、ね、流れをね、最もよく表しているようなピラミッドがこのエネルギーピラミッドです。で、個体数ピラミッドからね、軽く見ていくと、まあこれ、ね、ここ隠されるぐらいしかテストに出ないけどね、個体数ピラミッドね、あんまりね当てになりません。なんでかっていうと、個体数って同じ季節の中でも結構変動激しいし、例えばこちら何個体でしか捉えないんで、例えばピラミッドがねすぐこんな風にすぐ逆転しちゃうんですよね。森林とかではね、桜一本につき毛虫何百匹とかね、こんな風にピラミッドが逆転してしまうことも起こり得ますね。これだけ見たらね、なんじゃこりゃって思っちゃうけど、実は桜と毛虫なんだなんてことがあり得ます。生態量ピラミッドも逆転します。生産者が植物プランクトン、一次消費者が動物プランクトンみたいな場合にピラミッドが逆転します。食い尽くされないのかなと思うかもしれないけど、植物プランクトンは増殖が早くて食い尽くされないんですね。代謝とか循環の回転が早いんですね。こんな風にね、湖とか海洋ではね、植物プランクトン生産量が高くて、循環がね、サイクルが、増殖のサイクルが早いような植物プランクトンみたいなのは生産、植物プランクトンのような生物が生産者になるとピラミッドが逆転しますね。植物プランクトンの重さは少なくてもね、ある一瞬の重さは少なくてもね、ものすごく増殖するから食い尽くされないんですね。小さい現存量で大きく出力ができるね、植物プランクトン。こんな風に個体数ピラミッドと生態量ピラミッドは逆転しうるけど、エネルギーピラミッドは絶対に逆転しません。これ当たり前で、だって植物がね、生産者が手に入れたエネルギーより多くのエネルギーを一次消費者が手に入れるって不可能でしょね。エネルギー保存則で不可能でね。じゃあエネルギーどこ行っちゃうんじゃっていうと、例えば熱エネルギーになって宇宙に出てっちゃいます。地球にはね、光エネルギーが、差し込まれ、そして地球からはね、地球の生態系からは熱エネルギーが宇宙へ出ていってしまいます。こんな風にね、エネルギーはね、生態系の中を循環しません。バイバイしちゃいます、ね、これあとはね、雑学だけど見て、もちろん当たり前だけどピラミッド型だから、頂点のね、食物連鎖の頂点に行く動物ほど、ね、数が少ない。だからね、食物連鎖の上の方にいる動物ほど絶滅しやすいっていうのもそういう理由です。また食物連鎖ってあれね、食物連鎖ね、何段階進む、ね、何段階あるんだろうね、10次消費者ね、20次消費者とかいるのかなって気になるでしょ。実はね、4次とか5次消費者ぐらいまでしか一般にいません。なんでかっていうと、これ見て、エネルギーがね、どんどん上に伝わるエネルギーが少なくなってくるでしょ。やがて限界が来るんだ、ね、だから栄養段階が上がるほどどんどん利用できるエネルギーが、エネルギーを利用する効率は上がってくんだけど、利用できるエネルギーの全体量自体はギュッギュッギュッって少なくなってくるから、上の方に行けば行くほどもう、手に入るエネルギーはとっても少なくなってしまう。だからね、10次消費者、20次消費者なんてのは普通はね、あんまりありません、ね、だいたい4時とか5時、ね、6時あるかな、ね、ぐらいまでしか栄養段階は進みませんね。5次消費者とかね、4次消費者ぐらいまでしか栄養段階は、あんまり地球上には存在してません。こちら3つの生態ピラミッド、このピラミッドの名前が問われたりとか、あとは逆転例示しなさいって問題が出たり、ね、エネルギーピラミッドは逆転しますかって問題が出たり、ね、その辺の問題はよく出ますね。復習してみましょう。